キャス・ギルバート・キャス・ギルバートはアメリカ合衆国の建築家である。ウールワースビルに代表される超高層建築の主相者であるとともにアメリカ合衆国最高裁判所をはじめ数多くの美術館、図書館、集会議事堂など象徴的公共建築物を手掛けた。彼の作品がボザール様式を採用しているのはアメリカという国がギリシャから民主主義を ローマから放置主義を、ルネサンスから人文主義を受け継いだと自負する楽観的主観に基づいているからであると言われている。オハイオ州ゼインズビルに3人兄弟の次男として生まれ、当園である政治家のルイス・キャスにちなんでキャスと名付けられた。ギルバートの父は当時、合衆国沿岸調査員と呼ばれていた、調査の仕事をしていた。9歳で父を亡くした後、 ミネソタ州セントポールに移り、女で一つで育てられた。ミネアポリス近郊のプレパラトリースクールから、マカレスター大学に進むが、中途大学。17歳で、セントポールのアブラハム・エムラドクリフ事務所に入所、建築家としてのキャリアをスタートする。1878年、マサチューセッツ工科大学建築学科に入学した。一時、 マッキム・ミードホワイト事務所に在籍した後、ジェームス・ノックス・テイラーと共にセント・ポールに事務所を開設。ミネソタ州で一連の住宅、事務所建築の依頼を勝ち取ってゆく。セント・ポールのサミット通りには傑作であるエンディコットビルをはじめ、今日もなお注目に値する作品が数多く残されている。ニューヨーク市のアレクサンダー・ハミルトン合衆国税官の設計依頼を受けたことが、 躍進のきっかけとなった。ギルバートは超高層ビルのパイオニアであると考えられている。これは、ウールワースビルの設計という未知なる仕事を成し遂げたこと、そして高構造を外装材で覆うという手法が何十年にもわたってスタンダードであり続けたことが評価されてのことである。ただし、すでに超高層建築においてシカゴ派の建築家たちが成果を上げていたことを彼が、 認識していたことは明らかであり、さらには一時、著名なダニエル・バーンハム事務所との合併を検討していたという事実を付け加えておかなければならない。モダニストたちは彼の作品を受け入れた。ウール・アース・ビルは写真家アルフレッド・スティーグリッツや画家ジョン・マリンの有名な一連の作品によって普及の名作へと押し上げられた。あのフランク・ロイド・ライトでさえ、 その装飾には批判を加えたものの建物の形状ラインについては称賛をもって迎えたのである。ギルバートはニューヨーク及びシナティにおける超高層ビルの数々、オベリン大学及びテキサス大学のキャンパス、ミネソタ、ウェストバージニア、アーカンソー各州の集会議事堂、ジョージ・ワシントン・ブリッジの橋脚装飾計画。 ニューヘイブン・ユニオン・ステーションを含む数々の鉄道駅、そしてワシントン DC の最高裁判所と次々と作品を手掛け、アメリカで最初のセレブリティとなった建築家の一人と言える。モダニズム世代の建築家の中には彼の評価を否定する者も,もいたが、彼はマンハッタンの革新的モダニズム建築であるロックフェラーセンターの設計を指導、承認した。 設計委員の一人でもあり、多くの批判に見られるよりもずっと接中的な本質を持っていたとみなすことができる。オースティンのテキサス大学にある二つの作品、サットンホールとバトルホールは、歴史主義建築のアメリカ国内最高傑作として広く建築し屋に認知されている。スペイン地中海洋式で建てられた二つの建物は、1920年代から30年代の、 キャンパス拡大時に、様式上の手本となっただけでなく、国内全域に広がっていった。ミネソタ集会議事堂、1895年1905年ギルバート設計の、ウールワースビルは、1913年の建設当時、世界で一番高い建築物だった。ギルバートの手になる図面、文書は、ニューヨーク歴史協会、ミネソタ歴史協会、及び、 アメリカ議会図書館に保存されている。ありがとうございます。